歌のが作ったそばはうまい。沖縄そばにはない味だ。沖縄そばとこちらのそばは全く別の食べ物みたいですからね。ところでそばがあるのは歌のらしいのだが、そっちのうどんは？これは若葉からの刺客よ。あ、もしかして年末に作ってた。そう、若葉が作った私をうどん島にするためのうどんよ。若葉の挑戦受けて立つわ。ウタノンが一気にうどんを食べていく。おいしい。でもまだまだね。信州のそばにはかなわないわ。耐えた。ウタノンがよく耐えた、歌も。これでそば党の結束は未だに盤石だ。うまい。これが信州そば。外市の9割そばか。若葉ちゃん。だが、まだまだだな。さぬきうどんにはまだまだかなわんぞ。若葉ちゃん、よく耐えましたね。これでうどん島からの離脱者は未だゼロです。うまーい。餅ってただの米のはずなのに、なんでこんなに美味しいんだろう。醤油をつけて食べてもきなこ餅でも美味しい。不思議だよな。ご飯に醤油やきな粉をかけても大して美味しくないのに、なぜか餅だとうまい。それが料理の不思議なところね。はい、力うどんを作ってきたわ。まだまだ食べられるんよ。どんどん行くよ。食べ過ぎと喉に詰まらせるのには注意よ。いやー、この世界だと完全にスミがお母さん化してるよな。わっしー、私のお母さんになって。私、ワッシーのお腹から生まれ直す。はいはい、冗談言ってないで、伸びないうちにうどん食べなさい。はーい。この伊達巻、いつきが作ったの？美味しいじゃない。東郷先輩に教えられた通りに作ったらちゃんとできたよ。うんうん、それでいいのよ。年末のそば作りにおせち作り、ちょっと心配だったけど、やっぱり月にやってもらってよかったわ。私だって日々成長してるんです。よし、この伊達巻も煮物も栗きんとんも月が作ったものは全部食べるわよ。あ、ゆうなさんからグループメールだ。初詣の準備中って。私たちもそろそろ出る準備をしましょうか。約束の待ち合わせ時間に遅れたら悪いしね。初詣、初詣。ゆうゆう上機嫌だね。みんなで初詣に行くのって楽しいから。はしゃぎすぎて転ばないようにしなさいよ。で、いつきはなんでさっきからひたすら甘酒を飲んでるの？甘酒は胸を大きくするのに効果があるらしいと教えたら、ああなってしまって。あれ、若葉ちゃんとひなちゃんだ。大丈夫ですよ、若葉ちゃん。帰ったら膝枕で耳かきしてあげますから。うむ、しかし。勇気か。それにみんなも明けましておめでとう。おめでとうございます。皆さん、明けおめ。若葉とひなたも初詣に来てたのね。若葉さんは難しい顔してるけど、何かあったの？それが、
若葉ちゃんが引いたこのおみくじなんですけど。中吉ね。悪くない結果じゃない。確かにそこだけを見れば問題ない。だがこの勝負ごとの欄を見てくれ。ふむふむ。幸多かれど負け吉。百戦錬磨の若葉さんが負けるんですか。ちょっと信じられません。あらあら、若葉ちゃんは格闘技やスポーツ以外では結構負け率が高いですよ。くすぐり勝負では私が必ず勝ちますし。あ、あれは話が別だ。日向は特別だと考えなければ。特別という響きいいですね。とにかく負けというのは元旦から縁起が悪い。今後もバーテックスと戦っていかねばならないのに。だったらおみくじが当たってるかどうか検証検証。検証って何する気を。そんなに警戒しないで、煮干し。お正月らしい遊びだよ。やってきました、海。真冬の海は寒いわ。大竜で丸くなってたところだったのに。私は大丈夫。去年の大雪の時ほどじゃないにしろ、寒くなると活動が鈍くなる人もいますからね。コリンは大丈夫なの？この程度の寒さなら大丈夫だけど。しかし完成型勇者は同じ過ちを犯さないわ。春回路で完全武装よ。もし去年みたいな大寒波が来ても問題ない。情けないわね、三好カリン。その程度の寒さ対策では不十分よ。その声はクスノキ芽吹。時に真冬の高所でも作業をしなければならない大工にとって寒さ対策は命に関わるわ。回路で温めるにしても首筋近くを温める。ほら、ここ。いやー、首元を触るな。何やってるの、メブ。私も来ましたわよ。ずいぶんたくさん集まったな。私がみんなにメールを出したから、来れる人は海に集まれって。何をするつもりなの、そのちゃん。昆虫水泳。それはちょっと嫌だぞ。大丈夫大丈夫。今回やるのはお正月らしく羽根つきだよ。羽根つき勝負で若ちゃんがおみくじ通り勝負ごとに負けるか検証してみよう。それから私たちはトーナメント制で羽根つき勝負を行っていった。凄まじい攻防の連続。友情、努力、勝利、そしてついに決勝の時を迎えた。最後まで勝ち残ったのは若葉ちゃんと園子さんですね。時代を超えた乃木家対決だ。うむ。しかしここに至るまで様々な激戦があった。そうね、まさかユーナにあんな必殺技があったなんて。前にテニス部の人に教えてもらったんですよ。私の打球は108式まであったのに、その全てを見せることはできなかった。羽根つきのルールに二刀流はダメと書いてないから二刀流でやったけど負けたわ。話題が羽根つきの勝負とは思えないわね。私や千景さんのようにインドア派はこういう勝負事は不向きですね。アウトドア派だったけど負けた。タマコさんは背の高さの問題で高めの打球に弱いから。なんだと！スズメだってそんなに背高くないだろう！いや、低い位置からのタックルが強力。お、決勝戦が始まりますわ。行くぞ、園子。はいさ、ふっ、とりゃあれから1時間続く、ラリーが続くわ。
だがここまでだ。野木流サーブ。だったらこっちも野木流ボレー。それからさらに2時間。皆さん、お腹が空いてきたと思ってうどんを作ってきましたよ。はーい。野木流スマッシュ。野木流スネークカット。羽根つきってこんなに長く続くものなのか。普通は10回もラリーは続かないと思う。もう帰っていいかしら。ここだ。甘いよ。野木流ムーンサルトレシーブ。なに、あの体勢から回転しながら打ち返した。届かない。やった、勝った。負けたか。勝負ごとに負ける。おみくじ通りになってしまったか。若葉ちゃん。だがそれ以外の部分も当たっている。え、幸多かれだ。勝負には負けたが今日は楽しかった。私もいっぱい遊べて楽しかったよ。それに今回はおみくじ通りになったが、次回もそうなるとは限らないからな。努力すれば運命だろうがなんだろうが未来は変えられる。早速羽根つきの特訓をするぞ。脳筋ね、あなたは。まあでもそう信じて行動することはいいんじゃないかしら。